リオ、17歳のお誕生日おめでとうございます。イエーイ、おめでとう。よかったね。この日を迎えられて嬉しいね。これまでね、いろいろあったけど本当にね、よく頑張ってくれたよね。手術も8歳の時に胆のうを取って大手術、それと13歳の時の乳腺腫瘍の手術、それと12月の乳腺腫瘍の2回目の手術、全部良性だってよかったね。でも怖くて痛い手術、いっぱいいっぱい頑張ってくれました。りおちゃん本当にありがとう。ねえりおっち、頑張りました。りおっちからする今年の16歳の年はいろいろあったよね。その12月の乳腺腫瘍もそうだし、ついこの間も初めての転換が起こったりとか、急にね寝起きに立ち上がれなくなった時は本当にショックでね、パニックでね、ママもびっくりしちゃったけど、あとマズルが腫れて歯の根元に膿が溜まっちゃってる状態、少しずつね改善されてきてるけど、それもあるよね。でもラッポン先生のところに行き始めて、ちょっとね前よりも散歩スピードがね全然違うように歩けるようになったりとかね、いいこともいっぱいあるよね。乳腺腫瘍も取ってもらったし、でもねまたちょっと別の動画でもお話しするんですけど、また腫瘍が右左リオッチの左側の脇の下かな、腫瘍ができちゃって、いろいろあるけどね、本当にねなんかもう年を重ねるごとにこの 2,3 年はね本当にありがたいなって思うよね。いっぱいいっぱいリオチが頑張ってくれてるおかげね。で SNS とか YouTube でつながってるママさんからも、こういうのがいいよ、ああいうのがいいよ、リオちゃんどう、リオちゃん頑張れっていっぱいいっぱいね元気もらってね、本当に嬉しかったよね。力もらってね、だから手術も頑張れたよね。りおっちはね今寝起きなのでちょっと眠そうなお顔をしていますね。りおっち、去年のお誕生日の日はお台場に撮影に行ったりとか、結構ね一日中苦労させてしまったので、今年はねすごい猛暑だし、ゆっくりね外に行かず涼しいところでね無理せずお祝いすることにしました。撮影はねこの間のチャリティー撮影会でリオチの可愛い写真がいっぱい撮れたのでちょうどよかったですね。リオチね、よかったよね。平均寿命がね14歳っていう風に言われる中で17歳でねこうして迎えられて、いろいろあるけどね、でも今すぐ入院してないといけないとかね、毎日病院行かないといけないっていう状態じゃないから、すごい頑張ってくれてるよね。それがすごい幸せだよね。一緒にいられることがすごい幸せ。ありがとうリオッチ、ありがとう会だよね愛犬のお誕生日って。一緒に頑張ってくれてありがとうって、本当にありがとう。ありがとうリオッチ、ありがとうリオッチ、いつもいつも頑張ってくれてね。こっちばっかりね勇気と強さをねリオッチからいつももらってるよね。本当はママさんがリオッチにね勇気と力をあげないといけないのにね。ねリオッチ、そうでしょね、ママもっと頑張れって話だよね。ママもっと頑張って。もうねこの動画を見てくれてる方はもう何度も聞いてると思うんですけど、もう私はすごいお料理とかすごい苦手で好きじゃないんですけど、今日はね頑張ってリオチのバースデーケーキを作りました。イエーイ。こんなことをねする人になるとは夢にも思わなかったけど、愛の力ってすごいねリオチ。本当リオチのためなら何でもしちゃうよ。そう思うよ。本当ね、なんか器用でお料理好きのママさんたちが羨ましいなってね、ケーキ作りね今日さっきし終わったんですけど、つくづくは思いました。温かい気持ちで見ていただけるといいなって思います。
本当はね、リオチのお誕生日は去年ね、お誕生日動画出してるんですけど、そこに登場した似顔絵のケーキがすっごい可愛くて、それがいいなって思ってたんですけど、本当ね大人気で、オーダーがね競争率が高くて、オーダーできなかったんでね、忙しくてね、バタバタしてて、それでお家でね安心安全ケーキできたらいいなと思って頑張ってママさん作ったので、後でリオチ食べてください、お願いします。気に入ってくれますように、一生懸命作ったよ。あんまりね普段ね料理ができないこととか料理が好きじゃないことを何とも思ってないんですけど、まあたまにね、あ料理美味しかったら美味しいもの食べれるなとかね思うんですけど、でもね今回ばかりはねケーキのデコレーションしてて、あもっと器用だったらいいのになとかね、もっとねお料理上手だったらよかったのになってね思いました。なのでね、温かい気持ちでねリオチのケーキを見ていただければと思います。でね、味はたっぷり入れたから間違いないと思うけどね。今日ねリオチのお誕生日で、17歳の気深いね我が子を持つママとして見てる方にねお伝えしたいのは、16歳になってこの1年ね、このお誕生日を今日迎えるまでの間いろいろありました、さっき言ったように。でね、本当にもう心配だし一緒にいたいし、何かあった時にねそばにいてあげたいっていう気持ちがより一層ね高まってくるんですよね。だから今まだうちは全然シニア犬じゃないよ、そんな年じゃないよって思ってるママさんパパさんでも、そういう時は必ずやってくると思うんで、介護までいかない段階としてもこういうケアとか、何かあった時にそばにいてあげたい、見ててあげたいっていう時期がね必ずね訪れてると思うので、その時に備えてね、本当にその働き方とか時間の使い方をどう改善できるかっていうのをね、これを機会に真面目にね考えるきっかけになってもらえるといいなっていうふうに思います。っていうのは、私自身もそれを意識してね数年間努力してきたつもりなんですけど、でももっともっと早く決断して、もっともっとね時間っていうものに限りがあるっていうことを真剣に受け止めて考えて、もっと前もって動いておけばよかったっていうふうにすごく思ってるところがあるので、心から愛犬を愛しているのであれば、今のうちから今すぐにでも時間の使い方、働き方っていうのは真剣にちょっと考えてもらった方が、将来ね私たちみたいな後悔というか、このチャンネルでは私たちがもちろん体験して経験して良かったこととか、リオチがね楽になったこととか、そういうことはもちろんどんどん紹介していこうと思ってるんですけど、良かったことだけじゃなくて、私がもっと早くこうしとけばよかった、もっと早く気づいて改善して心がけてあげればよかったっていうような失敗とか反省とかもお伝えして、まあ勉強しに、ね、なってもらいたいなっていうふうに思ってるところがあるので、これはね本当シニア犬老犬を持つ親御さんはもちろんだと思うんですけど、これから年を重ねていく愛犬のためにできることっていうことで、時間がかかる改善、時間がかかることだと思うので、ライフスタイルを変える、時間の使い方を変えるっていうのはすごくね労力もいるし、簡単にはいかないことも多いと思うので、これはねこのリオッチのお誕生日をきっかけにお伝えしたいなっていうふうに思ってます。リオッチからなんか皆さんにありますか？いつも見てくれてありがとう。20歳頑張ってるよ。いっぱいいっぱい頑張ってる。20歳はお着物着るって約束してるから、毎年一緒にお祝いしてね。よろしくね。本当にね嬉しい。こんなね病院とかじゃなくてね、一緒にお誕生日お祝いできるなんて、こんな幸せなことはないと思います。しかもね17歳です。人間の年で言ったらね、17年間って言ったら長くないと思うんですけど、人間の年に換算したら80歳を超えてるね年齢なんでね、リオチのこれまでの手術とか最近いろいろ起こってるね
体の変化とかそういうのを考えるとすごくねありがたいなって思います。それは本当にねリオンチが一生懸命頑張ってくれてる、一緒に行きたいよ頑張ってくれてるから、いろいろこれからもあると思うんですけど、辛い時にはね私はその時に辛い辛いっていう風に心配心配って多分思っちゃうんですけど、でもその時に絶対忘れちゃいけないのはリオチはね命がけでね頑張ってくれてる、私たちと一緒に生きるために命がけで頑張ってくれてるっていうことにね感謝をすることを絶対忘れちゃいけないな、そういうことを辛い時には思い出さないといけないなっていう風に思ってます。だからもしこの動画を見てるねワンちゃんたちの中で病気でね苦しんでる子がいたら、ママさんパパさん辛いと思うんですけど、もうそんな時はねもう本当力いっぱいね命がけでこの子たちは私たちのために頑張ってくれてるんだから、私たちはもっと頑張らないといけない、強くならないといけない、支えられるようにねなんないといけないっていうことをね思い出してほしいなって思います。ねりおち、なんかさお誕生日なのにかなり締めっぽくなっちゃってごめんね。もうねりおちのこととなるともうこうなっちゃうんだよね、ごめんね、泣き虫ママでごめんね。これからはちょっとね楽しいお誕生日ケーキと誕生日の撮影もしながらね、美味しいご飯もね一緒に食べようね。一年用に気をつけてください。今日はね特別いっぱい美味しいものを食べよう。お誕生日ディナーはなんと沖縄石垣島のヤムバーガーの東京支店からハンバーガーをプレゼントいただきました。ワンちゃんが食べれるハンバーガー、ワンバーガーというネーミングで、小麦粉不使用、グルテンフリーバンズを使用した石垣島、宮古島産のマグロパテを使ったワンちゃん用のハンバーガーで500円のお値段です。ちゃんとねパッケージもしてくれて可愛いですよね。それではオープンしてみましょう。じゃーん、逆でした。かわいいワンコ用のハンバーガーの登場です。リオとマイティそれぞれ半分にカットします。はい、お誕生日おめでとう番号です。おお、すごいことになってるよ。もうちょっとちっちゃく切ってあげればよかったね。おおおお、すごいすごい食べっぷり。おお、おいしいんですか、おいしいんですか、ワンコバーガーおいしいですか、おいしい、ワンコバーガー、あおおおおおおマイガー、この食べっぷりは17歳の食べっぷりじゃないでしょ、もうすごいでしょ、リオッチとんでもないこと、ぐしゃぐしゃな事件が起こっておりますちょっと毛にいろいろ絡みついて大変な大変です。後でキレキレしようね。おいち行って、おいち、はーい、完食です、完食、美味しかったんですか。それでは次はケーキの時間です。少々お待ちください。たらーん、こんな感じでケーキが出来上がりました。まるでマイティの誕生日みたいになってるよ。マイティ、ちょっとリオッチもこれマイティシェイクシェイクはい、リオッチのケーキです。17歳おめでとうリオッチ。それではケーキカットしてから持ってくるから待ってて、いい、待っててね。それではケーキカットしてきました。ゆちゃん、お誕生日ケーキです、おめでとうございます。
ます。ママの手についた。今年も一口でいきました、リオッチ。それさ、大丈夫リオッチ、ねえ、喉に突っかかって息できないとかやめてね。美味しかった？よかった。はい、完食です。ケーキも完食。おめでとうございます。おめでとうございます。よかった、一生懸命作ってよかった。よかったよかった。で、今回のお誕生日プレゼントです。もうね、リオッチはね、おもちゃよりこっちの方が好きなので、今回はおやつ尽くしになりました。ね、マディ、マディも食べたいです。それではね、せっかくなんで撮影をしながら味見をしてみたいと思います。それではね、まずはどれが一番美味しいか3つの中でランキングで紹介していきたいと思います。なので、リオッチの気に入った順に教えてね。はい、まずはさつまいも人参トリーツです。あ、ソーリーソーリー、テイク2テイク2。まずはさつまいも人参トリーツです。どうですか？美味しそうです。美味しそうです、お嬢様。それではお次は、かつお節ジャッキーです。かつお節？かつおのジャッキーです。マグロだと思って買っちゃったかもね。マグロがね、欲しかった。それでは、よっち、どうぞ。ちょっと、目が釣りそうになってるね。マイキーも。そして、最後は、こちらの県内ナチュラルのラム&オーガンズです。これね、柔らかいから買ったんですよね。シニア犬にも大丈夫って思って。おいしい？おいしい？どれが、もうなんかぐしゃ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 ね、オリオチ。もうちょっと後ろに座って。さあ、じゃあこの3つのうちどれも美味しそうに食べてくれましたが、どれがナンバーワンでしょうか？教えてください。どれがナンバーワンですか？よいしょ。どれがナンバーワンですか？これ、おお、マイルドすぎる。わかりました、こちらがナンバーワンです。マイルドすぎる。よし、わかりました、了解です。先日のチャリティー愛犬撮影会でウクライナカラーコンセプトの花冠をいただいたので、はい、そちらをね、マイティトリオでお揃いでつけてお別れの挨拶をしたいと思います。それでは、それでは、マイ、リオ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 、それ、それでは、それでは、See you next time!バイ、ハッピーバースデーリオッチ、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーリオッチ。